どうもリンクチャンネルの横山です。今回はですね、1日1時間で確実に強くなる練習法というのをご紹介したいなと思っております。まあ多球練習なんですね。多球練習をこれからやるんですけど、中国で世界で一番強いじゃないですか今のところ、はい、長いこと、はい、でなんで中国が世界で一番強いんだろうなって考えた時に、多分世界で一番多球練習を多くやってる国だと思うんですよ、はい、しかも小さいうちから。マロンもそう、今現在の1日の練習メニューって午前中対人練習2時間かな、でお昼休んで、お昼午後も午後2時間多球練習やるんですよ。長いですね。長いよ、しかも1人でだよこうやってえげつない。でそっから、まあ、サーブレシーブを、まあ、夜練夜間練習みたいな感じでサーブレシーブの練習だったりっていうのをやるらしいよ。はい、まあ、毎日そうではないと思うんだけど、そういう日があるらしい。はい、うん、あのレベルね、世界チャンピオンクラスでも1日2時間卓球練習をやるってすごいよね。すごいね。っていうことで、今日は加藤源に卓球練習を出して強くなってもらおうと思ってる。はい、まあ、卓球練習ってやっぱ最高に時短になるんですよ。効率が最高に、はい、ただやっぱ対人って対人のいいところももちろんあるじゃん。やっぱタイミングを合わせたりさ、はい、自分が打ったボールに対しての回転が返球されてそれに対応しないといけないっていう対人の難しさがある。はい、だまあうまく両立して卓球練習と対人練習をこう交互にやっていくっていうのが一番いいと思うんだけど、はい、まあ、今日はその、まあ、時間がない人でも強くなってもらいたいなということで卓球練習を紹介しますので最後までご視聴ください。お願いします。はい、それでは始めていきたいと思います。1種目目はバックサイドに1本上回転、ミドルに2本、フォアサイドに1本、1本2本1本の練習ですね。でこのミドルの2本っていうのはバック打った後バックで、次のミドルはフォアで打った後にフォア。この練習すごく良くて、バックよく試合でバック対バックになった後によくミドルに相手わざとかどうか分かんないけどね、わざとなのか狙われてるのかどうか分かんないけど打っててミドルに来て自分も困ることよくあるんですよ。でもこうフォアで行くほどのコースでもないし微妙なズレをバックでうまく処理できるために、うん、特に女子選手なんかはすごくいいと思う。でバック打ってもう一回ミドルに来たボールは次はできればフォアで行く、でフォア打った後にはフォアでフォアサイドのボールがしっかり打てるという練習なんです。それでは行きましょう。石も帰る。はい、それでは行きます。リンクチャンネル。はい、それでは2種目目ですね。ミドルに、全部上回転の練習になります。ミドル1球目、2球目フォア、3球目もフォア、4球目バック、はい、ですね。でこのフォアの2は、1球目は前陣で、2球目は中陣、一歩下がってからで、こう、まあ、バックで、バックはまた前に戻ってくる、はい、こうミドルってフォアで後ろに下がってバック前、はい、っていう、こうちょっと三角形の練習、はい、はい、やっていきます。フォア、フォア、フォアハンドバック、
難しいで、こういうやっぱ試合ではこういうフォア打った後ちょっと下がっちゃって自分辺から打ってでもまた早く前に戻りたいみたいな、でこういうのってまあ試合でも起こるんだけど練習はなかなかしないんでね、なのでこうやっぱ前後の動きっていうのはしっかり練習した方がいいですね、はい、それでは3種目目いきます、はい、今までのこの2種類は2種目は最初、はい、あのウォーミングアップです、ここからがちょっとしんどいです、はい、まあ一本一本ちょっと中陣ぐらいから一本一本で、フォアは飛びつき、バックは、一歩出す方のこのまあ本当決めに行く時のスマッシュ、カトゲンだったらスマッシュ、今表なのでねスマッシュね、はい、はい、品揃え豊富で激安格安の卓球通販サイトといえば卓通、はい、それでは4種目目、4種目目も一本一本です、はい、ただ今度はあのピッチの速い、はい、ただ今ほど広くはない、はい、うん、まあ、真ん中と真ん中ぐらいです、そうだね、うん、ちょっとピッチ早めに一本一本ね、しっかりはい、はい、やっていきましょう、オッケー、まあ、これも30から40を、まあ、30でいいかな、30×2 やりました、はい、続きまして、5種目目ですね、5種目目は、切り返し系に移りたいと思います、でちょっと不規則な切り返し系なんだけど、まあ、本来であれば、まあ、前面に上回転ランダムみたいな練習がまあ一般的なんだけど、今日は3分の2バックサイドの3分の2のランダムにします、これの方が難しいんですよ、はい、そのっていうのも卓球台前面にランダムだったら、まあ、フォアかバックがメインになってたまにミドルみたいな、なんでミドル処理っていうのが少なくなって、まあ割と判断しやすいフォアかバックかってなる、でこの3分の2バックサイドのランダムはすぐここら辺が増えるんですよ、あの微妙なボールバックでもいけるしフォアでもいけるしみたいな、なので切り返しのこの難しさがよりこう実感できるというか、なのでこれ私現役時代もよく対人でよくやってたりしたんですけど、まあ、今日は球出しでやっていきたいと思います、これはできれば40球2セットぐらいですね、やっていきたいと思います、はい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 、6種目目ですね、6種目目はさっきやった3分の2の細かな切り返しではなく、もう完全な両サイドのみの切り返し、はい、ただコースは結構広く出すので、はい、フォア何本いくか分かんないしバック何本いくか分かんないよっていう大きな動きの中での切り返しの練習をやっていきたいと思います、はい、Ugh.
種目目にして、はい、だいぶ動きが良くなった。はい。OK です。はい。はい。今上回転の動く練習を、やったんですけど、最初は切り返し系の決められたコースでちょっと体を温めてウォーミングアップ。で、オールフォアの動画をして最後に切り返し系の規則な練習を今取り入れました。他にはもっと他にももっとたくさんできるといいんですけど、まあちょっと時間と体力の限界がもうね。あると思うので、上回転は以上になります。で次回後編です。後編は射撃系だったり台上からの、卓球練習を入れていきたいと思いますので、ぜひ後編もご視聴いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。よろしく。